はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうでございます。売りなら丸なら様、石黒様、高島様、小川様、富田様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。5月4日 NHK スクランブルでも神宮通り公園北渋谷区神宮前 6-22-8 13時30分集合よろしくお願いいたします。長崎市原爆無縁死没者追悼記念堂の焼香台で焼肉、52歳男逮捕と、長崎テレビの報道なんですけれども、記事を要約するとですね、職業不詳52歳の男、礼拝堂焼香台で手羽元などを焼き、まあ、線香を挙げたとこですね、礼拝所不敬罪で逮捕。優しい朝日新聞、本名載せずと、産経新聞ですら本名載せずだそうであります。外国人か、外国人でしょうね。日本人だったら線香あげる台で肉焼こうなんて思う？ネットの反応です。名前が出ない察し、名前出ない時点でお察し、名前が出ない一人、どういう思想だよこれは。よくそんな場所で焼肉なんてできるなぁ。場所考えるとめちゃくちゃ気持ち悪い。こんなの知り合いにいたら怖いレベル。何考えてきてるかわからん。こんな神経理解できない。神社仏閣墓なんかを壊すのはあいつらの思想でしょう。そういえば少し前に東大寺がまた液体まかれてた。存在から呪われているから怖いものなしと。名前が出ないイットの仕業、とうとう何人とも言われなくなってしまいましたねあいつらね。イットにはお地蔵さんの首を折ったり、神木枯らしたり、仏像を盗んだり、神社に油撒いたりっていう前科がありますね。日本人なら到底できないことをたやすくやるっちゅう、お天道様が見てるであるとか罰が当たる、日本人の感覚を持ち合わせない連中の仕業であります。まあお天道様のね、旭日旗さえベー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 文句たれてる邪悪な連中でしてね、ここの東西ね、太陽を恐れるのは邪悪なもんだと。大きな石ひっくり返すといるごちゃごちゃいる虫みてえなもんで光を恐れる、あるいはですね、物陰が好きなゴキブリであるとか、未だ国交があるのが信じらんねえな、イットの連中とはな。スポニチ報道4月29日ひろゆき、テレビの衰退は完全に NHK のせい、テレビ買った時点から毎月2000円払いの負債発生、民放は NHK を潰そうともっと言った方がいい。まあ民放ものんきしてて、テレビない家庭がこんなに増えるとは思ってなかったんでしょうね。まあ民放は NHK の子分みたいな存在、親分子分の間柄ですから文句も言えないでしょうね。民放が NHK 潰すの賛成だったら、3回やった NHK でも、過去3回やった NHK でも来てるはずだもん、取材に。でテレビニュースにするはずだもんね。ネットの反応です。たまーにいいこと言う、久しぶりにいいこと言ったな。他のコンテンツと比較して割高な上に強制だし、 NHK に2000円も払う価値なし。出版とかエンタープライズとか関連会社多すぎる。東京の一人暮らしの若者はほぼテレビ持ってないし、ネットもあるしテレビいらねえ。番組がつまんねえどころか深いでね、まあ反日偏向報道のことを言ってるんでしょうか。NHK は朝日新聞以上に頑固にイットの本名を報道しないそうです。中露韓北の優遇番組、
宣伝番組バーカやって、それ日本人差別ですよね。サムスンやファーウェイのスマホは喜んで宣伝する。日本製は一切宣伝しない、日本人差別やらかしてるのが NHK であります。テレビ衰退はまあ NHK のせいばっかじゃないとは思いますけど、そろそろそもそもテレビが不必要になってる、テレビ自体が終わってる、私先月から D アニメストア月額440円開始いたしました。これドコモでやってるサブスプリクションのあのアニメのチャンネルなんですけども、月曜日かぐや様は告らせたい、今見てるやつね。水曜日出会いもん村人 A に転生する。木曜日パリピ孔明骸骨騎士様。金曜日アハレンさん勇者やめます。土曜日スパイファミリー。日曜日モブに厳しい世界を現在視聴中であります。充実してんな。月額440円で充実してんな。靴沢はアニメばっか見てて暇なんかと思わないでください。一人暮らしを開始した若者の家にどんぐらいの率でテレビがあるのか、どっか調査したあの数字知りたいですね。世田谷支部長長谷川誠、テレビ広告でいらぬ物欲が刺激され無駄遣いします。テレビ捨てましょう。この前祖師ヶ谷オークロで演説しておりましたけれども、物欲に限らずね、美しい異性や美しい風景などを見せられ、全て手に入れることは不可能なんで欲求不満が発生しますよね。精神が不安定になります。テレビ捨てれば解決です。テレビ捨てましょう。 NHK がネット聴取始める前にスクランブルにさして潰しましょう。そうしましょう。よく言われる民営化すればしたら国営化したらっていう案もあるんですけれども、それぞれこういうようなの問題点があります。民営化、今まで以上に反日偏向報道を開始する。国営化、今まで以上に予算が不透明になる。解体、 NHK 大好き高齢者の反発が大きい。現在何の疑問もなくですね、口座引き落としで受信料を払っている人はスクランブル開始でも即解約にはしないのではないか、即売上半減っていうことにはならないのではないか、徐々にね、そういう方は、まあ、死ぬまで何の疑問もなく NHK に払ってくれれば、まあ、スクランブルにしたとしてもね、で徐々に減っていくと、新しい契約はないということで、まあ、逃げらんねえ事業所とか、例えば NHK 大好き高齢者さんが多く集う病院の待合室とかは契約するんでしょうけどね、まあ、徐々に弱らせていくのが反発が少ないのではないか、気がついたら NHK が消えてるっていうのが望ましい週末なんですけども、そういうわけで私は民営化と国営化よりもスクランブルによる NHK 消滅を選択いたしました。でもって次にスクランブルでもやります。イギリス国営 BBC 放送の受信料制度、2027年に終了の方針が白書で示されました。これ一律徴収はやめようが、見たら見た分とかそういう風にしようが、あるいはスクランブルしようが、というような方針を数ヶ月以内に発表する。そうであります。ネットの反応です。ファンタスティック、欧州を見習え。 NHK だんまりいい。 NHK 聞いてっか、早くしろ。数千億貯めてんだから NHK も余裕だよな。 NHK はこれを報じるかな。あまねく情報をお届けする使命がありますからと抜かしてるし、報道しないとおかしいよな。 NHK のニュースってなくてもいい。 CG あったりして異様。こういう時に限って欧州の真似を一切しない。いつまでこんな異常な制度をやってんの、いうような意見ですね。これは英国が賢い偉いっていうわけじゃなくて、有権者の過半数がそうすべきって思えばそうなるのが民主主義国家であります。消費税 10% 実質税負担率 48.1% の異常事態だってね、有権者の過半数が
財務省とその手先の、あのテレビに洗脳された結果であります。なので有権者の過半数が NHK はスクランブルすべきだよなと思えば実現できます。総務省も自民党も反対できません。有権者の過半数がそうすべきって思ったら、イギリスはそうなったってだけでね。周知拡散運動を続けましょう。私あの3ヶ月に一遍検診ってことになったんですけど、次はあの5月末にもう一回病院行って検査するんですけど、まああの肺がんがいつ再発すかわからん恐怖がありますね。次あの病院行って検査して再発してますね、言われちゃうとたまんねえなーっていう恐怖があります。ですけれども、まあ生きてるうちにとりあえずデモと街頭で、演説頑張ります。侮辱罪の量刑を30日未満の拘留または禁錮、1万円以下の科料から1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金に引き上げる法案が国会審議入りしました。禁錮拘留っていうのは働かなくていい、懲役っていうのは労役、なんかあの木工所でタンス組み立てたり溶接作業したり、水前係つってですね、食事作ったり、そういう労働が伴う禁錮懲役ですね。立憲民主党が反対だそうであります。立憲藤岡高雄衆議院議員、栃木のやつだって、悪魔のような民主党政権といえば侮辱罪で逮捕される可能性がある、自民党はそれでいいのかなんて国会で吠えてるみたいなんですけど、罪に問われる基準が下がるって話じゃない、相変わらずバカ丸出しだな。立憲の国会議員はバカしかなれねえのかなってちょっと思いましたけれども、ネットの反応、安倍ができなくなるからやめてって正直に言え、お前らが真っ先にアウトやから必死よな、自分たちがやばいから必死だな、文句党は何言ってるん、参院選で滅びろ、日本死ねの政党とか存在を許してはいかん、反日クズ左翼集団は日本人を誹謗中傷することも当然だもんな、ネットで日本人になりすましてるやつらを何とかしてくれよ、悪口が仕事みたいなもんだしこいつら。立憲が反対ってことはもちろん量刑上げるべき、審議入りしたの可決成立させるべき、まあシンプルかつ正確な羅針盤ですよ。朝日が推進したら反対すべきだし、朝日が嫌がってんだったら推進すべきと、簡単明快しかも正確な日本と日本人の羅針盤であります。指摘あったように立憲は自分らがしょっちゅうしょっちゅう悪口言ってる自覚あるんでしょうね。安倍はヒトラーとかしょっちゅう言ってるし、ツイッターにあの生息するフェミどももあいつらの正体は論外野党の下部組織だしね、立憲共産社民令和の下部組織がフェミどもであります。一緒に凱旋やったりしてます。適用対象範囲は変わらないんだから、今大丈夫ならば今後も大丈夫なんですよ。別にね、あの範囲を広げて今まで大丈夫だったものもダメにしようっていう審議じゃねえんだから、量刑ただ上げましょうって話なんですから。今のとこ有罪になる基準が変わるわけではないんですよ。今まで大丈夫だったものがダメになるって話じゃない。公人や公党著名人のハードルは低いであります。これは悪口言ってもその罪に問われる基準は低い。悪夢の民主党政権、個人を指したものでないのでセーフ、カンナウとはバカ、公人で批判されるのが仕事なんでセーフ。ゴキブリのような立花隆ってツイッターで、投稿されてですね、怒った立花隆、
身元開示の裁判所命令を要求して提訴しましたが、裁判所の判断はお前公人で政治家なんだから批判されんの仕事だろうが、棄却、提訴棄却の門前払いを受けておりました。だからゴキブリのような立花隆を裁判所はその通りって認めたってことですね。なので政党批判、政治家批判は大丈夫です。あと大きな権力を持つと思われる人物への悪口もほぼ大丈夫です。例えば経団連会長とか財務省のトップの官僚とかもね、悪口言っても大丈夫です。批判を受け付けない権力者は独裁者っつうんですよ。習近平のことを熊野プーさんとか言うといなくなっちゃうし、今ロシアでプーチンの悪口言うといなくなっちゃうし、北朝鮮なんかもそうですよね。政治家であるとか議員であるとか権力を持ってる人は批判を受け付けて、姿勢を是正しないといけないですよ。それが権力者、もちろん経団連の会長とか、財務省の幹部とかもそうですけれども、タレントとかの有名人もそう見なされますね。有名税とか言ってね、だってその人が一言、言った言葉の影響力が大きいですからね。例えばですけどレディー・ガガ、ツイッターのフォロワー何千万人っつったかな、そういう人が靴沢はバカって言ったらその影響は大きい。だから大きな力を持っている芸能人なんかも悪口言っても侮辱罪に問われる可能性は低いであります。皆様もこの辺お気をつけて、せっせと正当な批判はお続けになってください。そういうわけで5月4日デモをやります。今のところ天気は晴れる予定です。私晴れ男って言われてますから、公安に。そういうことでよろしくご参集ください。デトックスジャパン。